練習場は研究室です。いつもね個室使ってるんだけど、ちょっと今日皆さんの間に入って紛れて地味にやってます。ちょっと静かめでやってますから、静かめでやることは思いっきりやります。それでは飛ばさないとまずいかな、振りたいよね。で、練習の時にやっぱり思いっきりガーッと振っていかないと、いざ本番で飛ばしたいっていう時に飛ぶなんてことは多分ないと思うね。だから練習の時もやっぱりこう何パーセントか、その練習の中の例えば 10% ぐらいは飛ばすっていうことに対して練習した方がいいと思うんだよね。そこでですよ、もう飛ばすためにはここからもうお腹、胸、上半身、まあ、とにかく左回転早くするしかないから、その時にやっぱり意識の中にボールを打とうっていう当然あるから、グリップをいつもよりも少しウィークね、ウィークっていうのはこう左を少しこう浅くしてあげて、右もこうじゃなくてもうちょっとこう左にかぶせるようにこうしてあげると、どういうことかというと、手でこう当てようっていうことができなくなるから、そういう作業が封じられる。なんかこうなってるとちょっとボール当てようっていう形になって、少しだけこう自分の中で気持ちの中でね、ちょっとこうウィーク気味、少しこっちねウィーク気味にしといて、ほんのちょっとだよ。それで当てようっていうことをこう封じたところで、もうあとは体回すしかないんで、飛ばしたいという飛ばしに特化したこの練習とすれば、あとはもう体回すしかないって、そこまで自分をこう、まあ、追い込むっていうか、それしか方法がない選択肢を一つの状態にして、あとはどんだけ早く振るか。当然お腹をしっかりここで入れて、やっぱりこのグリップが、例えば逆にこう深く握るとどうしてもここで右手で合わせようなんて形が出やすい。右手でカツンというのを封じ込めるためにも、さっき言ったちょっとウィーク系のグリップにしといて、とにかく左回転を速く、ここからって、いいんじゃない。なんかだからこうどっかに置きに行こうというようなスイングじゃないんだよね、これはね。とにかくヘッドスピードを上げるためのロックンです。当然アイアンでも、でちょっと短くなどうかな。根元持っちゃうとさ、いつものこうなんか、やっぱりこうなんか悪い時のイメージっていうのも持っちゃう、なんか蘇ってきちゃいそうだから、少しこう無垢な状態にするんで、1インチぐらい短く持って、まあ、さっき言ったように少しこう浅めで、そしてこれも振ると、そこまで振るかと、
なかなかね、コース行くとこんだけ触れないから、いいんじゃない？今のはほらちょっとずれたよ。ほんのちょっとでも力入ると振りがなんていうかブレーキかかる。なんかね、球が生きてくるような感じが、なんかここでこうフィニッシュでピタッじゃなくて反動で戻るよね。反動だ、反動。いいじゃない、たまにこういう練習も。まあピッチングとかではやんない方がいいと思うけどね、うん、まあ6番とか7番でガツッと行こうぜ。